だ。あ、そっちにいるよ。あ、どの辺？喉乾いたね。これが減量の苦しみってやつかな。減量ってボクサーだよ、ボクサー。なんでこうなったら、もうカサカサになるまで頑張りますか。もう疲れた。なんか眠くなってきちゃうね。うん、ほんと。ちょっと昼寝でもしようか。どうかした？どうかしたの？寝ぼけた？
何を？空？普通だよね。変な風って一体どんな？白？真っ白ってどういうこと？光そのもの？あの飛行機雲とかじゃなくて？寝ぼけたんじゃないの？ボケたんじゃないんなら目かな。一度眼科行った方がいいよ。でも心配だし。じゃあ日射病とか。けど今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで本当に見たのかもしれないね。じゃあ、図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ、僕、後で調べに行ってみる。どっちよ？おはよう。お兄ちゃんが誰が好きなのか分かった？
だってなくなったりするものじゃないから、綿飴みたいに。そりゃ食べるよ、光合成じゃないんだから。もやし？苦しいね。自分で作ってきたんだって。食器も自前で、豆だよね。光合成だね。リポーターいないね。ま、来る時もいなかったんだけど。もうあんたを離さないわ。あ、そんなギュッとして大丈夫？病み上がりなんだから。よかったよかった。やっぱ神崎さんはサンデーがいないとお湯のないインスタントコーヒーみたいだ。そのままザリザリ飲んでくれてもいいけど。嘘。はい、席つけ。お、サンデー復活したか。どもども、おかげさまで。よかったな、ラスプーチンのようだ。ん？ラスプーチンってのはな、帝政ロシアの末期に実在した怪人僧侶で、何度殺されてもその度に復活したという伝説を持っているんだ。起立。
にちは。サンデーの顔見に来たんです。にゃん。あ、それじゃあ詳しい話はまた後でしよ。はい、それじゃあ。